本邦初公開、中山きんに君さんが出演されている CM をご覧いただきたいと思います。タカラトミーパワーパワーパワー、こっちの方がパワーすごいよ。いけいけ、あーどっちだどっちだ、すげー、ビクトリーチャージでパワー全開、大迫力の防具バトルを体感せよ。バトル昆虫カブト防具パワー、カブト防具と中山きんに君さんの魅力が見事に表現された CM となったようです。きんに君さん、はい、こちらをご覧になっていかがでしょうか。いや、私の持つ筋肉パワーとですね、昆虫の持つカブト防具の、カブト防具の持つ昆虫パワーですね、はい、それが合わさった素晴らしい CM だなと思いました。そうですね、きんに君さんのポーズもすごい決まってましたよね。ありがとうございます。はい撮影時に僕も立ち会ったんですけども、カブト防具同士のバトルにですね、筋肉さんの即興でポージングを決めていただいて、そのバトルと筋肉さんのポージングがシンクロして、はい、非常にいい絵が、はい、撮れた。ありがとうございます。はい、はい、そうですね、すっごい決まってましたよね。では井上さん、先ほどの CM ご覧になっていかがでしたか。いやー、すごい、もう筋肉さん の、 このパワーチャージする時のこう筋肉の張り方もすごかったですし、それに負けないぐらいのカブト防具たちのこうパワーもすごくて、パワーとパワーの掛け合いがすごかったです。はい、あ、そうですよね、はい、ありがとうございます。筋肉しっかり見ていただいてありがとうございます。はい、注目しました。すごいですね、ちゃんと筋肉さんがここをちょっと見てほしいっていうところがね、しっかりと見ていただけましたよね。はい、さて CM 本編をご覧いただきましたが、メイキング映像も届いておりますので、そちらもご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。クラスでパワーとかやってる？はい、わ、すごい。クラス全員やってます。クラス全員やってる、すごい。吉田君パワー見せて。吉田君パワー、あ、すごい。パワーできんの、もう一回やって。パワー、あ、すごい、やってくれてるね。勝樹君パワー、すごい、できるやん。よし、頑張りましょう今日。はい、じゃあ、お願いいたします。きんに君さん、こちらの撮影時のエピソード何かありますか。はい、いや、僕もメイキングを今初めて見させていただいたんですけれども、子供たちと触れ合うシーンといいますか、挨拶させてもらったシーンがあって、お一人の、ね、お子さんはもう学校で全員パワーやってますっていう感じで答えてもらったじゃないですか。でもう一人のお子さんはやったことないですっていうことを言ったんですよ、正直に。はい、そしたら親御さんかマネージャーさんかがわからないですけども、その後ろの方にいたんですけども、ちっちゃい声で流行ってるって言いなさいって言われてそこが逆に聞こえてしまったので、はい、子供は正直でいいんですよ。はい、だからそこでちょっと気使われてるなっていうのはちょっと思いました。はい、でももう一人の、ね、お子さんは本当にもうクラス全員でやってて、はい、でもうすごい緊張してたんですよ、なんか僕にこう会えるということで、ありがたいことに。で一緒に共演させてもらったという、そういう子供たちと、はい、ちょっと流行ってる学校の子もいるし、流行ってない学校の子もいたという、そういう空気で、でも楽しくやらせていただきました。はい、もう本当にもう中山きんに君さんって言ったらね、もうパワーでもうおなじみですからね。はい、はい、もう小学生のお子さんからね、本当に大人の方までみんなね知ってらっしゃると思うんですけれども、はい、これでよりまたパワーがね広まっていったらいいですよね。そうですね、これを機にね、また知ってもらえたら嬉しいですね。はい、ちなみに曽根さんもね現場に立ち会ってたんですよね。はい、まさにラストのカットだったと思うんですけども、はい、カブト防具の動きに合わせて、はいはい、筋肉さんが非常に多くのパターンを、はい、やっていただいて、バトルも何パターンも取ったんですけども、それ以上に筋肉さんのパフォーマンスがすごくてですね、私はどれを使うかっていうのもこうグリーンバックの前でこうやったやつですね。はい、カブト防具が投げれば筋肉さんも合わせて投げるみたいな形が非常にあって、はい、でカットも非常に多く取れてですね、どれを使うか迷ったんですけども、最終的には非常にいいカットが使えたと思っております。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。